今回は岡正治記念館ということについてお話をします。これはですね、戦争の加害責任を中国韓国でどんなことをしたのか、慰安婦に対してどんなことをしたのか、特に南京虐殺がどんなんだったのかということをですね、如実に知らせる、記念館です。これは一個人、岡正治という方がですね、このことを伝えたいということで、私費で自分の努力で、個人の努力で作った博物館、もちろん有志が支えてくれたんだと思いますけどね。でそこにはですね、本当に日本兵が、日本軍がもうやってはならないことをやったのがまざまざと、知らされる場所ですね。でここに、訪れた、ドイツの青年がですね、YouTube で話しているのを見ました。それと合わせて私が感じたことを述べます。このドイツ青年も言ってるんですけど、実はドイツにはですね、このような、国立の、記念館、博物館はたくさんあります。で向こうは都道府県と言わないで州って言うんですけどね、国立州立の、記念館はたくさんあります。むしろドイツがこれだけ被害を受けたという日本のようなその博物館はほとんどありません。むしろアウシュビッチでこんなことがあった、強制収容所でこんなことがあった、ポーランドでこんなことをした、フランスに対してこんなことをしたということをですね、本当に反省をするというか、もう加害責任を問うものは24あるそうです。大きなものでもね。でそこには誰が死んだとかですね、そういうことが克明に記されて、あるいはもう個人でですね、実はそういう記念館を作ってるところがある。でその個人の家の前にそのこう石畳にこう埋め込んでですね、ここではこういうこと、人が殺されたとか、そういうのは展示されてる。そしてそれをですね、道歩いてる人は本当にもう常にですからね、もう戦争のことを常に心に刻む。あ、こんなことがあったんだな、こんなひどいことをしたんだなということは国民はみんな知ってる。それを常に意識してる。ところは日本にはそういうものがないですとその青年が言ってるんですね。日本はこんなひどいことがあった、あるいはこの地域ではこんなひどい空襲があって、こんだけ人が死んだということを記すものはたくさんあるんですね。ところは日本はこんなことをしましたよということを、実は被害を示すものは本当にないんです。で調べてみたら国立公立はなしです。だからね、だから日本人は戦争というと被害しか意識がないわけですね。実際に見るチャンスがないんですね。これは本当にその反省をしたというか驚いた。これは本当に何とかしないといけないと思いました。そこが日本とドイツの大きな違い、教育の違い、そして政治の違い、そしてメディアの違いがあります。平和に向けて本当にですね、謙虚に取り組まないといけないと心から思いました。